看板ちょっと取っちゃおうかなと思って。社長見とるっすか社長見とるっすかこれ本当のサイコパスだから。お疲れです。お疲れ様です。来たね、こんなとこまで。ここどこさん？ここどこですか？春日井です。春日井店ですね、これ。で、何をするかって言いますと、看板ちょっと取っちゃおうかなと思って。もう、今回またやばい。大丈夫？覚悟決まってる？いや、まだ、今で決まってないです。そう。だって次、看板外すのはやばい。ちょっとこれさ、ダサくないちょっと。何塗り替え道場？ちょっと塗り替え道場。これもういらないでしょ。ねえ、いらないというか。とっちゃんでいいっすよね。とっちゃんすか。もうちょっと我慢できずにちょっととっちゃった。とっちゃった。ね、これ全部これからとっちゃうんで、社長と何のするからまだ。いや、これ次はやばいですね。本気でやばいと思うんですよ。やばくないでしょ。ハンパンスもなって。何やばくない。ハンパンスもね、これ。ん？ハンパンスもね。張り替えるわけでもなく、外す。張り替えないよ。予算なんて出てると思うか。出ないですよね。どっから予算出てんだから。塗装班だぞ。僕たちは外すまでしかできないです。取っちゃえ取っちゃえ。結構これね、年季も入っとるしね。ちょっと実際ちょっと外してみますね。はい。ついに僕もここまで来ましたね。ヤスラ心のレベル超えとるっすね。釘が刺さってる。取っちゃう。やばい、いいんですか。ガンガン行きましょう、ガンガン。どんだけ下手なのって思いますね。そんなことない。僕は塗装屋なんで。なんだこれ。めんどくせえな。これ塗装屋。力づくでいくで。これは大丈夫なんですか。壁とかわかんないです。で多分本当だったらここに当て木して、で困るように本当はやるんじゃないですか。本当はもううまいな。楽しいっすねこれ。楽しい。春日井店営業しますんで、ちょっと店じまいしますんで。まあうまいな。転職した方がいいんじゃないか。考えてるっすよね。しながら考えてる。とうとう塗る文字がなくなったっす。手でいけんかな。そんなに危ない。揺れるのは仕方ない。遊び心が出ちゃう。大丈夫ですか。大丈夫です。カメラマンさん怖いですもんね。このためだけに呼ばれてるんですもんね。これ繋がってるところ。めっちゃ雑っすよ。それはあかん。あれやっぱりね、塗装班が一番力あるもんね。簡単に取っちゃう。でも、あれっすね、いいことするって気持ちいいっすね。そうですね。喜ぶんすよ、これ。喜ぶ。新しいのにしてあげるか、まず失敗するかわからんすけど。やばいね、これ。トタンまでいっちゃった。これはやばい。それはちょっとやばいもんね。それはやばいもん。これはあかんごんすよ。それは本気で。これ、雨漏れ案件さ。でも仕事が1個増えたっすね、これね。職人さん、暇な人、こう、うちに電話してくれたら仕事を作りますんで。あー、もうちょっとで閉店っすね。下も取っちゃう。あ、取っちゃおう。いないな。いる？逆にいると思う？なんかやばいです、そこも。これやばいっすね。そこやばいです。大丈夫っすよ、こんなの。え？やばいっすよ。絶対やばい気がする。金はあるんすか？ペコペコ。会社に金はあるんすか？こんなもんすぐ帰るこんなもん。これ安いからね。これもいっちゃうぞ、りょうた。甘いってお前、そんなことやったら。そんなお前、壁なんで守っとったかんて。壁なんで守っとったかんからね、これ。もうだから。これが本当のサイコパスだから。お前優しくてさ、あかんて。もうあかんて。もうだな。やばい。もうだから。怖い。いい、そんな気にしない。こんなん YouTube 見られたらやばいんじゃないですか。社長に見られたらやばいんじゃないですか。いいっすか。マジでいい。撮っちゃった。撮っちゃってるっすけど。いいんじゃないですか。撮っちゃった。前も怒られたっすもん。社長見とるっすか。社長見とるっすか。これ行きますよこれ。
絶対やばい。社長、板どうするんすか。ヨウタ、お前もやれ。やる。だって俺これ携わったらまたやる。やばいっすよ、俺。マジで怖いんだよ。本当に。知らんすよ、知らんすよ。あそこに、あそこにおるから、社長。あのカメラの、カメラの中に社長があると思って。見せたね。見すか。すいません。あもうこれ知らんぞ。これだ。あもう知らんすね。やっちゃうっすよ。やっちゃうっすね。壁も知らんすよ。そうだ。これやばい。これめっちゃ硬いぞ。透明硬いな、これ。でこい。やばい。これ、これ。直し方おっしゃるな。これが本当のサイコパスだから。悲しいですか社長、これ残されて。もうそれ聞き残しちゃったこれ。そのままじゃないですか、むしろ。そのままでいいですよ、むしろ。いいっす、いいっす、いいっす、もう知らんすもん。ちょっと疲れたわ。疲れた、ちょっと両者やってよ。で、これできたら俺のせいみたいなね。まあ、他しっかり閉じてくださいね。あお前、それはダメだろう。かわいそうだろう、お前。思ってないと思ってないダメなんじゃないのか。今 YouTube だからって。ダメなんじゃないのか。いいのか。いいっす、いいっす。いいっす、いいっす。お金はあるっすもん。もうりょうた、俺飽きたわ。見ましょうか。ちょっと待って、外壁だけ残って、外壁だけね、外壁専門店伝わるでしょ。楽しいねこれも。どこだどこだ、リスどこで。いなくなっちゃいますね、ここに。あー終わってしまった。じゃあ塗り替え道場春日井店閉店です。あのもう見積もりとかいらないんで。店やろうか俺らが。タピオカ屋さんやるんで、ここでみんな来てください。外れないんですか。はい、バールでやればいいやろ、本当は。バール簡単。バールがない。なんとバールがない。ない。でも、誰ですか。もっと揺らさないでください。ちょっと、こういう仕事向いてないですよ。ちょっと誰ですか、そんな見出す人。僕じゃないですよ。絶対やばい気がする。やばいっす。辛いっす。最後っす。あラストラストっすよ。もう戻れないですからね、これ。こっちが心配。こっちが心配。さすがに怖い。やばいな。まあこんなもんですよ。よし、もう飽きたんで僕ら行きましょうか。はい、意外となんかめんどくせえな、やると。これめんどくさいですね。やばいっすね。だってやばいっすもんね、この看板の量が。すごい。どうっすか、かっこよくなったっすか。なんかシンプルだったんじゃないですか。怒られるんじゃないですか。楽じゃないっすね。疲れたな。疲れたっす。まあやったったっすね。やったったっすよ。何にもなくなっちゃいましたけど。そうそう、殺風景にしちゃったっすよ。結構頑張ったっすね。そう、なんか普通に現場で撮った方が良かったっすね。塗ってる方がいいっすよ。だな、疲れたな、もう疲れたっす、マジで疲れた。リスもいっぱいあったな、もう。まあ、あれ楽じゃねえな、本当に。もう現場の方がいいな。現場ベキに出してください。あ、了解です。はい、あ、用意したんです。えタイミングありない、タイミングありないやつ。なんでこのタイミング。あ、今から行きます。あ、お疲れ様。看板取れましたか。看板は取れましたよ。ありがとうございます。取れたですね。看板は取れたんですけど。ちょっといいですか、私。はい。あの僕らの YouTube でドッキリでね、ドッキリでね、看板を外して社長にちょっと勝手に外しましたみたいな例の動画撮っとったんですよ、ちょうど。あ、だからカメラしてたんですか。全然知らなかった。そう、規制聞こえなかった俺。あ、聞こえたけど楽しそうに制御してるなと思って。めっちゃ好きだなと思いながら。そういう体があって僕ら動画撮ったんですよ。あ、マジですか。そうなんですよ。言ってくれれば協力したのに。あ、そうですね、はい、それはちょっと僕の不備でしたね。ごめんなさい、私がぶち壊しちゃいました。すいません。そんなことないです。はい。どうやってしようね。まあでも僕らもね、サイコパスだけでしてるんですけど、あんなことできないですから。本当にできないですから。もうあんまり
過度な期待やめてくださいね。社長の私物まではギリギリ OK なのかな。そうですね、そんな感じで、はい、着地点がね、ちょっとなくなってきたんで、また見てないだけよろしいでしょうか。いや、特番もう特番だったんですよ。いいですか。いいです。はい、せーの、また見てね。Yeah.